いや寒いですね。寒いですよね。寒くない。本当に足寒くない。雪がもうね、いやほんまね、大変でしたよ。いやえぐいっすよ。滑り回っとったっすもん。皆さんは大丈夫です。滑り回ってた皆さんね、はい、ほんま大丈夫やったかなっていうぐらい、はい、全国的に10年に一度って言われてますね。言われてるね、うん、大寒波、はい、シベリアの方から来たのあれ。シベリア、あれシベリア、シベリアなんですか。そうそう、シベリアからの寒波らしい。えぐ、10年ぶり。えぐ、そら本格的やな。そうっすよね。寒いのもやけども雪よ。いやそうっすよ ね。そう、でも俺んとこ山やしさ、はい、丘の上やしさ、はい、もう、はい、登れへんし降りれへんし、うん、中村亭もそうやん。あ、そうっすよね。丘の上、丘の上から間の坂なんか一生無理やん。いやあれはマジで無理。絶対無理っすよ、ね、あれを登りよりできん。もう出たら終わりみたいな感じ。終わり終わり終わり、もう出たら終わりやし、まあ出れへんし。いやそうっすよね、うんうん、しかもそのなんていうの、どれぐらいやったっけ、30分ぐらいでバン積もったやん。いやすごかったね、あの速度はすごかったね、うん、あれでやられちゃう、うん、と大変ですよ。大丈夫ですか本当。いやえぐいでしょ。家帰ってんだからみんな。いや44時間ぐらい新名神も閉鎖されてますもんね。そうやね、そうやね。そうだから今までのその経験上でさ、高速の通行止めってまあまあ経験もあるし、ありますあります、うん、高速で止められたっていうか、はい、降りれへんかったもんあるけど、はい、一般道がさもう通行止めやって、通行止めですもんね。そのうちらのとこで言ったら1号線とか国道1号線ね、はい、枚方から、はいはい、京都の横路まで完全通行止め、はい、ほんまの一般道ですもんね。えぐい。一番主要通りでかね。それをこう抜け道に使う、まあ、はい、24号線、国道24号線も通行止め、はい、でその間にある新堀川っていう、はいはい、京都に抜ける道ね、うん、もう通行止め、はい、メインになる道全部通行止めや。全部通行止め、縦の道が全部通行止めだ。縦道で高速の速道の刑事バイパスの速度も通行止め、はいはいはい、通行止め。 あそこあんだけ通行止めにしたらさ、うん、もうどうしようもないやん。そうあそこっつうか、これ聞いてる人あれやんな、ネットやから全国的になんねんけど、まあまあまあ、何のこっちゃか分からない。ほぼほぼゲームの序盤のなんかビンってこうどこも進めないみたいな状況ってことですよね。そう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 、メインとなるで、主要となる道路なんですね今言ったやつ全部。えぐいな。でもそのなんていうの、やっぱ主要道路とかやったら車が通るから雪って溶けてんねんけど、はい、抜け道使おうと思ってさ、住宅街とか行ったらもう、うん、あ終わるね、10センチ以上とか積もってるから、もうスタッドレスも何もないよね。はいはい、確かに確かに、ほんまにあんだけそれがで夜になったら氷おるからさ、うん、あそうっすね、ツルツルやし、えぐいえぐい。久々に一回転しなかったんですか。一回転はしてないけど全て遊んでた。怖い遊びやわ。そうドリフトしてるっていうか、したくてしてるんじゃないで。そうやな、勝手にねなるんで、それにこうちゃんとこ うハイエースやから、そう四駆じゃないからさ、うん、はい、タイヤがどっちかは動くから、うんうん、うん、ブレーキ踏むにも、うん、ピュッて止まってもずーっと後ろが勝手にスライドしていきよう。はいはいはい、そうあのそんなん言われましてもみたいなね。止まる、急に言われても困りますわなみたいな感じで。あれは無理。だ坂道とかはそんななかったから、はい、うん、大丈夫やったけど、坂道なんて途中でブレーキしてしもたらそのまま、うんうん、そうですね、一回氷にパッて噛んでしもたら下まで滑っていくし、うん、どっかにぶつかるんやったらいいけど、うん、下のガードレールとか、はいはいはい、下がな、車が通ってたら、いやもうめっちゃ怖いやん、あの日、うん、あの日、ほんならあれですね、全国的にガードレールがへこんだ日ですよね。全国的にへこんだやろね。絶対へこんでますよね、うん、ツイッターとか見たら結構あーカンカンみたいな感じでぶつかっていく。そう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 人じゃなくていいですけどね。まあまあね、分かってるからね、もうあーダメだってみんな分かってんもんね。そんな無理やん言いながらボンぶつかったと、うん、そう、いやほんまでもそうだから、そのすごい事故にはならへんけど、はい、スピード出せないですもんね、うん、はい、くるくるきた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 ドンぐらいのもうそんなんは多分各地にあったやろね。いや、かわいそうやな。10年どころか、あれはあそこまでなったんは多分初めてちゃうかな、京都は。初めてやと思いますよ、生まれて、うん、あの速度で雪が降るというか、うん、あの感じで積もるのは初めて、うわ初めてですね、そうですね、これすごいねって、うん、あもうこれあかんよねみたいな、すげえこと、うん、あれは初めてですね。そう、でもそれをなんとか乗り越えて、はい、まあ今日はね、今収録してるんがちょうど寝屋川のヴィンテージで、そうですね、寝屋ドラっていうイベント、はい、出るこの楽屋で今撮らせていただいてるんですけど、はい、今日も
今日はだから何日や 28? 今日28ですね28日の朝、うん、起きたらもう家真っ白やったから生まれそうやね俺しんちゃん電話したもんね一応ね大丈夫ですかってそうねまあ本当なかなか大変な時期を皆さん過ごしたかもしれませんけど、はいまあ、そういう時はねこういうネットラジオでも聞きながら家でのんびりしてもらえたらなと思っています。じゃあそれでは始めていきましょうか。はい、行きましょう。行けますか。行きましょう、はい、では行きましょう。はい、というわけで皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんはでございます。はい、おはこんばんちは、はい、アンプレイヤブルプレートーク始まりまして、はい、ボーカルの中村さんと、はい、ボーカルの純也くんと、はい、ドラムのしんちゃんです。しんちゃんですポップに始めてまいりましょう元気よくポップに始めてまいりましょう本日も、ね、いやほんまね寒いですね。いやほんまね、さっきの話ですけどね、ほんまなんとかね無事に、うんはい、ヴィンテージにもたどり着いたんで、そうです ね、なんとかなんとか、そうでこういう収録をしたいっていう話を店長の中道に話をしたら、はい、なんかすごいね、なんかちょっとした秘密の部屋みたいなところに、そうですね、まあそうですね、秘密部屋みたいなところ、あんまりここ空いたの見たことないですからね、ね用意してくれてすごく居心地がいい、はい、でイベント自体も楽屋を用意していただいてるんですが、はい、もうここに寄ったって言って、はい、机など移動しだして、はい、パソコン置いてみたいな、すごい完全に自分の部屋貸してます、ね、いや確かに過ごしやすい状態で、ね、めっちゃ折りやすいからね、ねしかもソファーもあるしね、そうそうそう、たまらないですね、ストーブもあるし、まあ、今日はねちょっと高校生のイベント、はい、ネアドラ、はい、ネア川ドライビングスクール、はい、すごい教習所がね、うん、バンドを応援するっていうネア川市の、はい、なかなか斬新な、そうですね、すごいですよね。とヴィンテージと、はい、あとはまあバンドコミュニケーションって言って、それももう昔、ね、仲良かったバンドマンの子が、うん、その若い子たちにチャンスを与えようみたいな企画でバンドコミュニケーションっていう、うんうんはい、なんていうのなあれ、まあ、グループとかそういう応援するなんかを作っとって、 NPO みたいな感じですか今流行りの、そんなかっこいい感じじゃないやろうけどな、うん、そうそうそう、ジャンルとしてはそっちで SDGs 的な感じ、 SDGs ではない持続可能なんて、うん、まあ確かにね、うん、持続可能ではあるやろうけど、そっか、そうそうそう、ね、だからそういうイベントにゲストとして呼んでくれて、うんはい、まあだからねちょっといいライブをしようかなっていう中で、このこういういいスペースに入れていただいたんで、うんはいはい、今日はすごいいいライブができるんじゃないかなと、はい、そうですよね、うん、まあこれねあのアップしてる頃にはもうライブも終わってるんで、はい、ゼハゼハそうどうなってるか分かんないですけど、はい、そうなんで、まあ、今日もねちょっと頑張っていこうかなと思ってるわけですが、はい、うん、何の話をしようかって、別にたまたま3人が揃ったからっていう話なだけで、まあそうですね、別にこれといってあれなんですが、はい、何かあれですか、最近面白かったこんな話聞いてほしい、あ、皆さん正月はどういう過ごし方をしてましたか。正月の話いく、はい、まあ一旦ね、うん、一旦こう一旦正月だって僕ら会ってないじゃないですか、うん、まあまあ会いましたね、うん、まあ会いましたね、うん、会ってるね、会ってますね、うん、もうライブもしてるからね、してますよね、うん、なんかなんならめっちゃ久しぶりな感じするんですよね、千葉、うん、まで行ってますからね、いやそうですよね、うん、行ってますね、年明けすぐにやめましょうこの話なんやったら年明け2回ライブしてるもん、ね、いやそうっすよねそうそう、時を戻そう、時を戻そう、2月やからな、そうです今の、そう、なんか嘘ついた、なんかほんまに久しぶりな感じで、いや実質久しぶり、そうだから結局2週間ほど空いたんかな、はい、うん、でまあこれまたね後で話しようかなと思うんですけど、2月の4日5日と、はい、九州、はい、広島と行く、その時のサポートメンバーと、はい、リハーサルスタジオに入るのに、はいはいね、ちょっともうみんなのねスケジュールをこう合わそうと思うと、なかなかもうなんていうのかな、時間が合わへんかったから、はい、とりあえず順夜抜きで、うん、そうですね、そうもうそのサポートの頃にとりあえずスケジュール合わせてスタジオ入ったんで、うんはい、そう、純也は寂しいやろけどね、いやそうですね、なんかわさび抜きみたいなだいぶお前わさびだまあ大事やからな、そうですね、わさび大事なんで、そうやし、まあまあ割と中村さんはちょいちょいそうですよね、お会いはしてるんですが、週一で会っ
ってました、ね。うん、え、ほんまなんか久しぶりな感じするな、うん、ジュニアは確かに久しぶりだな、孫をことなき久しぶり、そうですよねそうそう、間違いじゃない、髪の毛染めたのも知らないですもんね、知らないおー、ほんまやな、もともとそんなん違ったっけ、いや黒なってて、ちょっと髪の毛染めて、あラインもまだ増やしたんですよね、だこれ染めた時僕銀色やったんですよ、で色抜けてもって、あ抜けてもって、ね、まあ、あるあるさね、あー抜けて金髪になったんか、あそうですそうです、すげえすげえ、なんですけどそれも知らない、知らない、まず銀も知らない、1週間ぐらい、週抜けます、1週間ぐらいですね、持ってなんかね、寂しいなちょっと、それともライブがある時にそうしたらよかった、そうしたらよかった、なんで思いましてライブがない、タイミングはそこしかなかったんですよ、あいける、あそうです、あの知り合いの人にやってもらうってやあれやった、まあその人都合やもんな、はい、そういうのもあるよね、ここしかないな、くそ、まあまだ勝手に自分で入れようかなと思ってます、いやまあまあね、そういう近況でした、僕の近況は、俺もそろそろ髪の毛切りたいわ、髪の毛ですか、うん、もう黒い部分がだいぶ多くなってきたからそろそろ切って俺も金髪にしたいな、白い金髪にしたいなと思って白まあまあどこにどう行くんやろうな、直和君もこのまま、そうですよね、髪型的にね、俺でももうずっと同じようなここのモヒカンのちょっと斜め向いてるのをずっと伸ばして切って伸ばして切ってしかしないんで、うん、ずっとそう、多分永遠このまんまなんか違うことしてもいいけどな、めんどくさい、 いやちょっとしてほしい、坊主に戻して、今さら、うん、かあの坊主ちょっと長いやつでこう金髪みたいなあるじゃないですか、あのブルハーツみたいな昔の河本ひろとみたいな感じバリカツやつでしょ、だから実際多分かっこいいけど、もうそれだ全部赤にしてとか、うん、桜木みたいなの、あそう、いいやあいいっすね、うん、マジイカつくない、多分そういうやつってほんまにいたらまあまあイカついやん、いやでも顔ポップやし、鶴瓶みたいな顔してるから大丈夫やと思うねこっから見たら鶴瓶みたいな、あのさっきここの秘密部屋になんか追ってたメガネが、丸メガネがね、はい、ジャンレノみたいなやつ追ってたんで、あれつけてあの黒いサングラスの部分抜いたら、うん、鶴瓶みたいなそれは鶴瓶みたいになるわ、うん、鶴瓶をバカにすんな鶴瓶さんをバカにすんな、そう、まあ、顔がまあ優しい感じやからな、そうですよね、うん、多分いいと思うけどね、斬新やと思うけど、でも俺別にそのみんなの前ではこのメンバーの前では優しい顔してますけど、基本的には別にあのムスッとしてるわけじゃないけど、あのあんまり、うん、ふてこくは見られるな、うん、見た目よあんまり良くないんで、ほんまっすかね、うん、俺だってぼーっとしてるだけで昔のブニーに何睨んでんねんって言われましたからね、まあ、それは別に睨んでないです、ね、なんであろうが言いますねあの先輩は怖いです、一歩間違えたら怖いですそれは睨んでねんって言われますだからもう結局はだから俺とも髪型が被ってるやんっていう話をしたもんね、そう、何気に被ってるっていう、俺だから基本も別にどんな髪型をしようがキャップでずっと被ってるからね、あ、そうか、そうですね、被ってるしあれやけど、うん、ずっと一緒やなと思って、そうそうそう、俺知らんくて、いやずっとこれやからな俺も、うん、そうだから被ってるから分からへん俺もさ、うん、気にしたことなくてあんまりしんちゃんの髪型っていうの、僕ね、しんごさんね、うん、そのアンプレイする前の前のバンドの時もそうやったんですけど、ずっと坊主や思っとって、あーやろう、分からへんよな、分からなかった、そうそうそう、だからもう俺もこうよくカツカツと、うん、ちょっとマイク離して喋るのやめてもらっていいですかでこう勝ってつったやもんな、これ ラジオ的なやつやから映像ないから何のことか分からへんな、聞いてる人な、あの坊主や思っとって一、うん、回どっかのタイミング、うん、着替える時ですかね、うん、たまたま楽屋一緒になった時やって、うん、帽子取った瞬間にびっくりするやろ、えっあれみたいなるそうやねん、毛長みたいな、意外としんちゃんって毛が長いからその帽子の中に入ってると思いにくいねんなパッと、そうそうそう、だからそうやねんな、俺もどんな髪型してんねんのか分からんかったけどびっくりした、ずっとこうやで、そうやんな、多分そうやねん、めんどくさいし、うん、どれくらいその髪型なんですか逆に、でも結構長いんちゃう、うん、だってその長さになるまでやってんねんもずっと5年どころじゃないな、でも、うん、一時なんかあの横にライン入れたり、うん、してたりとかしてた、はい、してたけど、うん、もうどうせキャブルキャラやから、キャップキャブルキャラやけど、そうかぶるキャラやから、はい、もういいかなと思って
そうなんですよ。そっからぐらいちゃう、うん、ずっと。いや結構レアっすよね。いやほんま、いやしんちゃんめっちゃ一時ほんまラインめちゃめちゃ入れててバリガツ頭やってかっこよかったんけど、それもずっとキャップかぶってんねんかしんちゃんってずっといや脱げえやんって思うねんけど俺なんか。もうだってもう元々ねラフって、はいはい、そんなバンドじゃないやん。まあ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 、そう応援歌で頑張ろうぜって背中を押すぞって言いながらさ言ってんのに、そうラインだらけのなんかもういかついおっさんがおったってバリいかついね。そうニコニコしてたらな帽子かぶって分からへんからそうだからその辺は難しい、その辺難しいよな。いやいや 後ろから見たらバリいかつかったもん一時、あの稲妻みたいなやってた時やって、そうそう後ろからやったっけ、横から稲妻にして、うん、稲妻のとこ黄色に染めてた。そうそうそう、あれめっちゃかっこよかったよねもうずっと帽子かぶってくる、ほんましんちゃんって。まああれ長渕剛の真似ないけどなよりによって長渕さんいや僕ほんまそれ知らないですもんね。知らないろ、いやほんまに分からへん。だって俺でメンバーですらあれやもん、俺ずっと結構一緒にいるけども、ほんまにしんちゃんって帽子取らへんから。そうですよね、いやほんまそうですよね、ほんまに取らへんから。だから僕にゴリゴリの和彫りの、うんうん、入れ墨が入ってるみたいな感じですよね。そうそうそう、結局そのときぐらいも別に見せんのが嫌やから。そうしんちゃんそうやもんね、見せんのが嫌っていうか、その別にメンバーとかじゃなくて、うん、俺こういうことしてんねんってあんまり知ってもらいたくないね、自己満足で引けらかしたくないタイプですもんねしんちゃんね。だから俺全身墨だらけかもしれないしな、これ。そうやな、そう、それでももう絶対見えるところは絶対入れへんから。はいはいはい、そうそう、だからなんかそう、直和くんの髪型をずっと見ながら、ああ俺っぽいな、俺っぽいな、あ俺になってきた、俺やってどうしようかな。まあでも直和くんはもうそれ別に、まあ俺はもう被らないですからね、もう帽子被らなくなったんで。なら俺と直和くんはキャップキャラみたいな。あ、そうですね、そう、確かに確かに確かに。でも帽子脱いで髪型出すようになったから、うん、まあ一人ぐらいこんなんがいてもいいかなっていうので、そう、あんまりもう何もあれやけど、ただそれをほっといていってみたら意外と髪型が次は似通ってくるという。何かあった時にパッて二人とも帽子脱いだ時、二人とも同じ髪型やで前言われた時あってそれちょっと恥ずかしいなと思って、ちょっと確かに確かに、髪型一緒なんですね、3分の2一緒ってことですね。そう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 、そうだから黒か今ね、直人君青やから、うん、黒か青かなだけで大体大体一緒やから、うん、そうっすよね、うん、慎吾さんは直毛ですか。直毛ですよね、さっき見たらサラサラしちゃったもんね、こうしたらなんか髪の毛みたいに違う違う違う、だからそれもこうしたらもう一切伝わらへんしこっちだけで楽しんでもそっちだけ、うん、難しいね、こういうのもね、うん、なんかこうでもちょ、しんちゃんその髪型ちょっとなんか横ハゲてる人みたいな、なんか逆にそこだけ急に前に急に出てくるとなんかちょっとこっちハゲてるみたいな違和感が、違和感がすぎる。ハゲてる人もズラっぽい感じだね。ズラっぽい感じ、今日こうしてようかな高校生の頃らあの人言われへんわーって、あの人ズラちゃうんって思われるかな、言われへんわーってなるよね、うん、それじゃおもろいですけどそうそう、言われたらね、うん、どんな髪型してんすかみたいな感じで言われるとこんなんやでって脱いだりするけど、ああ別に言われな、聞けないですよね逆に。いやまあそうやな、俺らの感じにこの無理よね。いや無理っすよ、うん、高校生が聞いてきたらそらまあまあ頭おかしいと思いますよ、うん、でもお客さんとか多いお客さんはね、お客さんはお客さんとして聞いてくる、うん、そういう的な方々はどんな髪型してあるんですか、うん、こんなんやで、うん、中って言われる、長い、そう、うん、マジでマジでまあまあポニーテールやからねしんちゃん。いやあまりにも脱がへんから、うん、僕の中では、うん、もしかしたら、うん、もうツルツルなんちゃうかなっていう、上げてるっていうのと、ね、うん、あとは坊主、うん、はいはい、そのままのね、はい、が多い、うん、まあまあまあ、そうなるよね。だから大概長い言われる、うん、いやそうなんですよ、馬の尻尾みたいな、うん、あ、そう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 、綺麗なポニーテールがあって、うん、馬の尻尾やね、ポニーテール好きやからね俺昔から。ポニーテール、うん、人のやろそれは自分のは別に好きじゃないやろ、女の限定やなんでやねん。そうそうそう、いやなんかそう変えるかっただけど、自分が変えるのめんどくさいし、もう直和くんに、うん、そこはもうね激しく、俺はちょこちょこまあなんかいろいろと変わっていったりするので、これは今だけだからもうドレッドとかにしたらいいんですよ。ドレッドはもう今はもうあれやで、そんなに高くないし、あ、ドレッド、俺がもうドレッドしてた時はもうめっちゃ高かったし、うん、時間もかかったけど、もう今はもうドレッドって、今俺のこの俺の今このある箇所だけでドレッドってどうなるんですかね。できるできる、だから俺もともとそうやってもん。あ、そうなんや、うん、そうなんすか。成人式の時とか二十歳ぐらいの時はそう、しんちゃんあれやもんね、ほんまラーメンマンみたいだったもんね、会った時は。あん時は編み込んでただけやけど、うん、その前だから二十歳ぐらいの時は、あ、もっと若い時か、もうほんまのドレッドにしてて、
そうそう。で、そ怖い怖いでも。そこからその次は今度長いドレッドにして後ろで束ねてみたいな。いやほんま合わんでよかった。いやほんまにもうな若い時やってたら多分ほんま何されるか分からへんねもうこの人は。いやそんなことほんまに。いやそれはドレッドをバカにすぎや。全然普通のおしゃれでやってたやで、うん、おしゃれで。ボブマーリーが好きやってあの時に。ボブマーリーの T シャツ着てたからそのドレッドドレッドがドレッドの T シャツ着とってやろ、うん、今考えたら恥ずかしいけどあの時すごいああいうねボブマーリー人気があったやんなんか知らんけどボブマーリー世代、うん、ボブマーリー世代やね俺もう80ぐらいなの80どころじゃないどの世代か分からへんけどいや髪型ね、うん、難しいっすよねまあね、うん、僕マジ変わらんすからね俺もだから純也とだけはかなんか違うようにしようと思ってなんかいろいろやってるけどそやんな、うんまあ、純也はこっちじゃないな、うん、こっちじゃないかぶらんけど、ね、純也はちょっと、うんまあ、今のままで今の感じのいい感じで、うんはい、一応ビジュアル担当なんでそうやねビジュアル系なんでこいつは一応うちらのビジュアル系そう俺らみたいなこの奇抜の髪型に来られるとそうやねそう引っかかりどころがなくなるもんなそうやねちょっと痩せますね、うん、一旦ほんなら一旦痩せるもうちょい痩せるあそうやなもうちょいちょっとなんかもうそこはなちゃんとしますいただいて、はい、唇もうちょっとあの乾燥気にしますプルプルさせたかなそういうアイドルじゃなくてあそういうそういうビジュアル担当じゃなくていいちょっと上唇荒れてるんで、うん、上唇荒れてるバンドマンぐらい荒れとうてめっちゃくちゃ痛い上唇ぐらい荒れるよちょっと気にしてますね気にしてますね気にしていきますね何の話からこうなったビジュ担当からビジュ、ちゃビジュ担当今やろなんでそんな髪型の話になったんやろ髪型はああそうや純也が散髪したら言うてたあそう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 やな何をしてたってことやなそっかそっか髪の毛ねなんかいろいろしたいんですけどねなんか突拍子もない色したいよねもう突拍子もないか十分、うん、もうだいぶしたっすよ、うん、もうでもなんか突拍子もなくしすぎると逆に変なるもんなまあな意外とそういう青とか赤とか、うん、俺も赤はねあんましたくないんですよね赤嫌じゃないですかなんかいやいい分からん分かんないですそれ個人的なあれやろ、うん、なんか赤いなんかバンドマンとかで赤の人って多いなっていう、うん、すげえ昔っからだって赤はだってキャプテンカラーやリーダーカラーやからああそういうことそうか赤いパーカー着てるやろ俺だからなリーダーやと思ってるからだそうですか、うん、そうですかマイク赤や赤やな、うん、マイク黄色やもんこだわれやもうちょっとじゃあ言えやじゃあそこもよ黄色だってカレーキャラずるずるいやそれなんか、うん、リーダーでカレーキャラなんでしょバリずるいじゃないですかいいす、ね、そんな赤レンジャーとキレンジャー混ざってるじゃないですかアホリーダーやろバカリーダーやろ自分でリーダー言うてるもうバカリーダーやろカレー好きのリーダー絶対ついていきたくないなんか、うん、赤はねあんまりねしたくないねんな、うん、緑か青ぐらいが一番なんかねしててなんかちょうどいいなとまあ、その青でいいんじゃないですか。そうやな、ボーカルやからな、やっぱりちょっとこう、うん、まあ目立つというか、やっぱりこう、うん、緑はちょっと若干、うん、影っぽいや。影っぽい。自然やからさ。うん、そう自然の中にこう、激しく。あか全然納得した運が言えへんかったよ。はぁみたいな。バカリーダーやからじゃない。僕でさえも、あぁ、みたいな。純也緑好きやからな僕緑大好きっすよもっとなんかこうバーンってこう入ってくるような雨にね、ま、マッキッキとか黄色いっすね長門くんとか黄色中村さんあれちゃうんすかあの蛍光好きなんでもう蛍光は好きやね蛍光にしたいんちゃうんすか蛍光髪の毛暗転したら頭だけ光るそういうのまぶさなあかんやんちょっとなもう髪の毛のあんのかな蛍光ってどうなんいやありそうじゃないですかなんか、ま、上から塗るだけやったらなんとかなりそう気はしますけどねでもなんか多分特殊な塗料とはまた別なもんでしょだってそれなんかもうせやんな、うん、ブラックライトで反応するってことでしょだって言うたら、うん、なんか道理的にはそんなんなかなかないでもう髪の毛えらいことになるやろなもう傷んで、うん、すげえひどい話やなほんまマジで、まあでもせやなやっぱボーカリストとしてはやっぱそれぐらいこう、うん、パンチの効いたいやもう全然そうですよね、うんめちゃくちゃしてもいいと思う俺暗転したら光っとって思われてるそれ言い方笑ってまうわな笑われてるな、うん、それは笑われるなそれは別にかっこよくないな、うん、なんか今日とかもその高校生とかが多いやん、うんうん、はい
パッてこうステージに立っただけでさ、うん、うわやっぱこの人ら違うわって思わす。あでもやっぱ金髪とかって綺麗じゃないですか。綺麗な金髪。まあまあね、うん、まあそうやな、はい、うん、綺麗な金髪どうすか。黄ばんでない金髪。あもう金。いやだからそう分かる。俺もそれでしたね。美容室でちゃんと入れてもらった。ちゃんとした、うん、のほんま金。めんどくさくなってあれ買うやん市販のとかで、うん、そうしたらなんかあれあかんすよ。ちょっとなヤンキーっぽい感じになっちゃうし、はい、そう美容室でそういうすごい綺麗な金にしてください。綺麗な金立ってるだけでこう、うわかっこいいと思われるような金髪にしてくださいって言ってきたらいいね。あマジ一言やからどうでもいいけど言ってきてえらい目に遭ったらいい、ね、そうかほんまに。なんかそういう終わるわ。え唐突に終わるわもう飽きたわこの話が飽きたわもうちゃうちゃうお時間です。お時間です終わるわポップにいかない終わるわポップにポップにアンプレイヤブルってお時間です。そういうことじゃない、はい、普段は終わるわでいいけど、うん、普段の終わるわより立ち悪かったですけど今ちょっと、うんはい、そんな言い方したことないしたことない。ここはもうお時間ですって言ってお時間ですお時間です。はい、はい、もう一回言ってお時間です、はい、お時間です。はいありがとうございますそうやね、なんか言いますねな他はな告知ですか。はい、なんか告知12月12月じゃない 2月な喋ってる間にカレーナが動いてた。2月ね、2月の4日5日、うん、さっきもちらっと言いましたけど、はい、2月の4日小倉フューズ、2月の5日広島 KBB 久しぶりに、はい、いやそうですね、うん、小倉はね前も1回行きましたけど、はい、再びということで、はいはい、それこそ寝屋川の仲のいい後輩、はい、フランケン・ルイ、はい、あ、フランケン・ルイ、あーです、はい、あーって言うのあれ、え発音できる、うん、言いません、あーいりますあーフランケン・ルイそうそうそう、で先ほどちらっと名前で、ね、ここの店長の中道も一緒に行きたいということで、はい、なぜかうちらの車に同乗して、はいはい、みんなでね楽しく、はい、九州広島と、はい、いいライブをしに行こうかなと思っておりますので、はい、まあなかなかねあっちも行けないのでもし来られそうな方がいれば、はい、遊びに来ていただきたいですね、はい、広島の KVB も、はい、結構まあ出演者決まもう決まったか決まってたけど、はい、まあ俺らで言ったらそのバリデライトっていう、そうですね、デリバライトと、うん、はい、エドモンドが、あエドモンドも一緒やね、エドモンドおるよねエドモンドあいつも一緒に乗ってたやろになおると思って見てたもん、うん、バリデライトももう昔からね、うん、俺らがやってたバンドでもそうやし、深夜がやってたバンドでもそうやし、そうですね、昔からもうずっと一緒にツアー回ったり、はい、いろいろいっぱいある、うん、もう広島で言ったらもう重鎮っすよ、重鎮っすね、重鎮アフロですよ、うん、ただのアフロ重鎮ですアフロ重鎮、アフロ重鎮、筋肉バカですよ、いや確かに合ってる合ってる、変態テーナーな、うん、変態テーナー、そうやな、だから久々にワリデともやるし、まあ、今津っていうね、そのベースのアフロは、はい、ちょいちょい連絡はしてたんですけど、はい、ボーカルの筋肉バカの光一郎は、うん、久しぶりやからね、うん、いや、そうっすよね、光一郎ともまたゆっくり話ができればなと思って、また、その時もね、ゲストでもしあれだったら出てもらうといいし ね、 うん、ラジオこれ撮れたらな、あ、確かにね、うん、うん、なんかそんなんで考えながら楽しい2日間にしたいと思うので、はい、ぜひ皆さんもね遊びに来ていただけたらなと思います。はい、はい、こんなもんでしょうか。はい、そんな感じでまたこのお時間にお会いしたいと思います。どのお時間でしょうか、すみませんそれではまたお会いしましょうさようなら、バイバーイ。